Thank you.
また一つ前へ進む。師匠、今お持ちします。これで師匠。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったと言います。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。ぎょい。巫女様、香の材料を手に入れました。おお、それが源の香の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのか。まあ考えても埒が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。私の血もまた香の材料とはな。我が血を流す術、エマ殿に行くか、狼よ。は。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たす、そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがそれをなす者が先方寺にはあります。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば竜院の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった、これで不死立ちがまた一つ進む。
巫女様にもお伝えしよう。はい。